今日は町田陽介アシスタントコーチにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。そうですね、はい、なんかあの髪型もパーマをかけられて、はいはい、で日焼けもバッチリとされて、そうですね、はい、ちょっとイメージチェンジをしていこうかなと。本当に違いますけど、はい、ちょっと日焼けは、はい、よくちょっと外にいるんで、はいはい、それでですね、子供と、はい、外にいる。お子さんと一緒に外遊びが多いですね、はいはい、そうですね。バスケやったりとかはされるんですか、お子さん。そうですね、うん、外にバスケットコートがあるところで、はいはい、遊んだりするんで、はい、そういう時間もありますね。そういう時もじゃあちょっとコーチ的な全然もうそういう時はもう本当にただ遊んでるだけです。純粋に遊ぶ、はい、ですか、はい、お久しぶりの登場ということで、はい、ここで改めて昨シーズンは優勝本当におめでとうございます。ありがとうございます。町田アシスタントコーチにとっても特別なシーズンだったんじゃないかなと思いますけれども、はい、いかがでしょうか。いや、そうですね、まあ、うん、もちろんその前のシーズンの悔しい思いもありましたんで、はいはい、本当に、まあ、リベンジといいますか、うん、もう一度つかみに行くっていうところを達成できたので、はい、本当特別なシーズンになりましたね、うん、はい、ヘッドコーチアシスタントコーチ一丸となってつかんだ優勝だったと思いますが、コーチ同士の信頼感というのは1年を通していかがでした？そうですね、まあ、信頼感はちょっと上がんないんですけど、常に3人一緒にいるので、はい、まあ、本当にシーズン始まれば年中、うん、一緒にいるみたいな感じになるので、うん、そういう意味でのこう結びつきみたいなのは本当強くて、はい、いい関係で仕事ができたなと思います。はいはい、サッサさんと町田さんの役割分担というのも今シーズンは何か変わったこととかもあったんですか？はいはい、そうですね、前のシーズンと変わったことっていうのは特にはないんですけど、うん、まあ、よりこの特にサッサコーチの方がこうオフェンスのシステムなんかにもこうよりこう踏み込んでいったりとか、はいはい、そういったところが変わったところですかね。うん、はい、なるほど、うん、あとはね、荒谷選手など若手選手の躍動であったりとか、うん、外国籍選手のマッチであったりとか、うん、あと鵤選手の、ね、うん、進化とか、はい、本当にコーチ冥利に尽きる成長がたくさん見られたシーズンだったと思うんですけども、うん、はい、このあたりはいかがでしょう？いや、本当に、まあ、ここに進化っていう言葉が出てきたんですけど、はい、まあ、もうまさにそうで、まあ、これは鵤選手だけじゃなくて、うん、はい、いろんなこう選手のこう、まあ、融合だったりとかっていうのがあって、本当にこうチームとして進化できた1年だったんじゃないかなと思って、本当感慨深いシーズンでしたね。はい、選手に昨シーズンをいろんな場面で振り返っていただくんですけども、うんうんうん、町田さんがヘッドコーチ代行を務めて勝利した、はいはい、サンロッカーズ渋谷戦の話題がよく上がってくるんですね。いや、重要な、そうですね、はい、町田さんご自身もやっぱりあの試合というのは印象的な試合ですか？はい、そうですね、うんうん、もう印象的どころかもう思い出したくないぐらい大変だったので、はい、それぐらいこう強烈に残ってますけど、はい、急に言われたものなんですか？急に数日前ですかね、2日前ぐらいに、はい、2日前にか1日前かな、そうですね、はい、安西さんの方から、はいはい、まあ、ちょっと試合いけないんでって話になって、はい、マジっすかっていうような感じで、はい、対応しましたけどね、はい、本当にいろんなことがあった昨シーズンですよね、はい、はい、あと安西さんのツイッターで拝見したんですけど、はい、最近一緒にベトナム料理を、そうですね、そうで最近というか昨日ですね昨日これはすごいですね、はい、情報持ってきますねプライベートでも、はいはいはい、食事とかは一緒にされるんですか？いや、まあ安西さんもそうですし、うんうん、まあ、サッサにしても夜食事に行くっていうことはあるので、はいはい、まあ、たまたまベトナム料理はちょっと、はい、新しいとこ発掘しようみたいな話で、うんうんうん、はい、見つけたっていう、まあ、僕が見つけたんですけど、はい、ネットで、はい、見事、はいはい、すごくいいお店で、はい、評価がいい評価いただきました。そこでもアシスタントコーチらしいお仕事をこうお店で検索して、よくぞ言っていただきました、はい、そうなんです、はい、元ヘッドコーチにちゃんとアシストしました、はい、お食事中っていうのはプライベートの話とかも結構されるんですか？そうですね、うん、プライベートの話ばっかりですね、ばっかり、バスケットの話が本当に1割もないぐらいな感じですかね、あ、そうですか、はいはい、
どんな話されてるのか気になるんですけどね大した話じゃないですだから、はい、残念ながらそうですね公共の、はい、ところで話すようなことでもないかなと思いますけど余計気になります、はい、あのすでにね2022-23シーズンに向けてチーム練習もスタートしているということで、はい、新ヘッドコーチのサッサさん、うん、そして新たに加わったモーアシスタントコーチとはどんなお話をされてるんでしょうか、うんはい、そうですね、まああの先にまあもうヘッドコーチアシスタントコーチのことで言うと、はい、まだあの合流できてないっていうのもありまして、あ、はい、あのそこまでこういろんな話ができているわけではないんですけど、うんうん、あのまあ昨シーズンの、僕らの試合のこう映像ですね、はい、をまあ僕が編集してあのもうメールで送って見てもらったりとかっていう、まあ、そういう情報交換はしてまして、まあ、あとはあの笹ヘッドコーチとは本当に日々練習の中で、まあ、含めて、はい、あのいろいろとあの新しいシーズンに向けてのこう、まあ、練習だったりそういったものを一緒に考えながらやっているので、はい、そこら辺でそうですねあのどういうふうにしていこうっていうのを今突き詰めているところですね。モーアシスタントコーチはすごく分析能力に長けてるコーチだって伺ってるんですけども、はい、いやまああのもともとイラン の,、はい、あの代表のアシスタントコーチもされてて、うん、まあやっぱりその結構あのイラン代表自体がすごくそうい う, こう相手チームの分析とかをすごくこう熱心にというかあの深くされるチームのようなので、はいはい、だからまあそういった意味でも僕も勉強になりますし、だから早く会いたいですね、うん、はい、もうじゃあすでに情報は、うん、投げていて、そして分析をされている、うん、そうですね、はい、ということなんですね、はい、この新しいシーズン町田アシスタントコーチは主にどんなコーチングに力を入れていくんでしょうか。そうですね、まあうん、あのやっぱりヘッドコーチが変わったっていうこともありますし、あの、まあ、それでもあの笹ヘッドコーチになったとはいえ、まあ、今までのブレックスの流れだったりとか、まあ、あと彼とも一緒にアシスタントコーチとして働いてきている2シーズンがあるので、はい、まあ、まあそれも踏まえて、うん、あのできるだけ、ヘッドコーチのこう考えていることをこうより何ですかね、体現できるようにというか、うん、そこに近づけられるようにストレスないようにあのしっかりアシスタントとして、うん、フォローしていきたいなと思ってますけどね、うん、はい、またねこう選手もどんどん変わってきていて、うんうん、はい、新たに強力な選手が加わっています、うん、葛西晃平選手、ヤン・ジェミン選手、ジュリアン・マブンガ選手ということで、うん、それぞれの選手に期待することってどんなことですか。うん、そうですね、まあ、あの葛西選手に関しては、まあ、あのガード陣あの競争も激しいですけど、まあ、逆に言えばやっぱ厚みも増したというか、うん、選手そのところで、まあ、あのテーブス選手が抜けたっていうのもありますけど、はい、あの彼あの群馬であのキャプテンもやられてたりとか、そういったところでもリーダーシップ楽しみだなと思いますし、まあ、ジェミンについてもあのでかいんですよ。やっぱり2メートルも、はい、多分あれ2、3はあるので、はい、先週お越しいただきました。あ、そうか、はい、あ、もうそれで見ていただければもう分かると思うんですけど、やっぱでアウトサイドができるっていうプレイヤーはすごく希少なので、はい、もうそういった意味でもこう高さが加わったっていう意味では本当楽しみな組み合わせができると思いますし、はい、はい、まあ、マブンガ選手はね得点力がものすごいので、まあ、それもまたうちには、まあ、比江島いますけど、他の選手に加えて彼の強力なオフェンスがあるっていうのは、それもまたどんなこうなんていうんですかね、化学変化起きるのかなっていうふうに、はいはい、期待してます、はい、なんか今までのブレックスの良いところは、うん、今シーズンも見られながらも、うん、この新しい選手、強力な選手が入ってきているので、どんなチームになっていくんだろうってすごくワクワクしてるんですけど、うん、いやそうですね、本当に、まあ、それは僕も楽しみですね、僕らも楽しみで、はい、本当にやっぱそこってこれからまあ選手が加わって一緒に過ごしていく中でどんどん生まれてくるこうものだと思うので、うん、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います、はいはい、さて最後に2022-23シーズン、ぜひ意気込みを教えてください。はい、まあ、本当に新しいチャレンジのシーズンにもなりますし、ただこうみんなでこう新しいブレックスをこう作り上げていくシーズンでもあると思いますので、ファンの方々と一緒に新しいチームを作っていきたいなというふうに思ってます、はい、では最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、まあ、もう練習が始まっている中で、まあ、もう選手たちはすごくこうエネルギー
持ってあの練習に取り組んでくれてますし、まあ、あの笹ヘッドコーチも、まあ、もう暑苦しいぐらいの情熱で、はいはい、やってくれてますので、まあ、あの本当新生ブレックスをぜひ楽しみにしていただいて、今シーズンも一緒に戦っていただければと思います。はい、ありがとうございます。この時間は町田陽介アシスタントコーチにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ゴーゴーブレックスでした。ゴーブレックス、あ、ゴーブレックスやべやべ、ありがとうございます。すいません、このグレーを完全に見逃しましたかなり久しぶり、今ギリギリ間に合ってたんですか、ね、すいません。